はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、お伺いいたしましたのは久しぶりでございます、川越にございます2代目江戸さんにお邪魔しております。というのも、この江戸さんのね、店員さん、岡安さんご夫婦は僕らもね、オフでも一緒に旅行に行くぐらい家族ぐるみでね、仲良くしていただいてるんですが、僕がね、以前 YouTube 登録者10万人いた時に記念でってことで RSK っていう僕用のというか僕記念のね、メニューを開発していただいた経緯がありまして、今回ねちょっと100万人いったからということで、またね新たに一品作っていただくことができました。その名もですね、メニュー名が混ぜ麺ですね。これまあ塩なし系のラーメンなんですけれども、江戸さん流のね、いろんな具材が乗っかった美味しいね新メニューが今回のね100万人記念にねできたということでしたので、早速ねお伺いさせていただきました。実際に販売するメニューですので、いつもとは違ってデカ盛りではなくてね、通常提供していただける1人前のメニューをいただいて、皆様にねご紹介するような動画を今回は撮っていければと思います。岡安さんはねよく手が滑る方なので、1人前で済むかどうかわかりませんが、とにかくねまず皆様に紹介するということで、そちらの混ぜ麺を1人前でいただいていきたいと思います。今ね、ちょっともう作ってもらってるんだけど、めちゃめちゃうまそうな匂いする。よいしょー。ありがとうございます。こっちから行くよ。はい。はい、お待ちどうさま。ありがとうございます。はい、どうぞ。よいしょ。うわ、めっちゃうまそうじゃないですか。めっちゃ美味しいよ。ありがとうございます。愛情込めちゃったもん。うーわ。ちなみに、はい、この混ぜ麺なんだけれども、はい、じゃあラスカル、監修。監修。コラボ一緒にお話しさせてもらって、はい、メニュー開発というか、うん、そんな感じですよね。ってことはラスカル仕様とのことで、はい、行政でおい飯がつきます。ありがとうございます。おい飯で、そう、おい飯はね注文されなくても勝手に出てくるから。あ、なるほど。ありがとうございます。これ販売する際もみんなおい飯付きになるんですか？あ、もうみんな、あ、みんなも強制で何も言われなくても強制で、はい、お待ちどうさま。そう、最高ですね。トッピングのように普通に出てくるスタイルで、はいはい、最高ですね。最高もうで、混ぜそばですね。ちょっとめちゃめちゃうまそうなんでね、早速いただきます。いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。これ混ぜ麺なんでね、ちょっとね一回全部あえちゃいたいと思います。うーわよっ、うーわー、やば。これちょっとね、具材はひき肉に鰹節にニラにネギに玉ねぎと、で卵黄とかチャーシューに海苔もいろいろ入ってるけど、でももうね食べなくても分かるよ、もうがっつり系っすよ。うまそう。いただきます。あ、うまい、うまい、うまい。いや、これめちゃめちゃうまいですね。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。めちゃめちゃうまいですね。本当。味もちゃんとがっつりしてるんですけど、やっぱこの鰹節の風味効いてるんで、重すぎないし、ちゃんと後味が効いてくっていうか、でもまた次に食べたくなるっていう感じで。途中で。あ、途中じゃん。はい。コチュジャン。お、味変で。マヨネーズ。マヨネーズ。うわ、いいですねこれ。美味しかった。これ追い飯するときに加えてもいいですね。ラスちゃんだから出したわけじゃなく、うん、コチュジャンとマヨネーズはもうお客様に、うん、お好みで出すようなスタイルでね。単体で食べてもしょっぱすぎないですし、かといってあのご飯と合わせてもちゃんとおかずになるような濃さですね。麺食べ終わると、はい、どうしてもその肉味噌が残りかけちゃうんだよね、うんうん、そこにこう入れるとまたねこれ最高。これいいですね。海苔がね味のりなんだけど、うん、これって巻いて食べてもねまたこれ美味しいんだ、うん、これちょっとこれおすすめの味のりとくるんですね。うわ、いいですね、これ、これ本当になんかあのもちろん記念で作ってもらったからとか、それ忖度脱ぎでめっちゃうまいですね。いや、嬉しいな。めちゃめちゃうまいですね。ちょっと行ってくれ。どういうこと？行ってくるわってことは間違いなく手滑りますね。そしたらちょっとこれね、江戸さんのチャーシュー、これがねたまんなくうまいんですよ。これで永遠にご飯もいけるしお酒も進む絶品チャーシューです。
わ、江戸さんの久々のチャーシュー、うめえ。うめえ。メニューにあのおつまみチャーシューみたいな感じでチャーシューの単品のメニューがあるんですけど、もうねそれ頼んじゃうと延々にビール飲めます、マジで。ちなみにね、あの酒豪の方はこの江戸さん男気ジョッキっていうピッチャーのサイズ出てくるビールなんかもあるんで、ぜひねちょっとお試しください、飲めの方は。うん、うまい。あのすいません、ちょっとうますぎて、せっかくね味変にコチュジャンとマヨネーズいただいたんですけど、気づいたらね試す前に麺なくなってました。なのでちょっとねこれからこれ締めの追い飯させていただきますんで、ここにねマヨネーズとコチュジャンも入れていきましょう。まずはこれご飯とマヨネーズにコチュジャンも、これちょっと半分ぐらいかな、こんな感じで。うわめっちゃうまそう。ちょっとこれ見てください皆さん、これ締めですよ、最高じゃないですかこれ。うまそう。うわこれ反則ずるいよ俺。ちょっと混ぜててよだれ出てきた。よいしょ、ちょっとこれいただきます。あー締めうま、あーこれうま。農家さんが、一人の農家さんが作ってるから、うん、混じりっけ全くなしですね。いいお米だよ。そんなことが耳に入らないぐらいでっかい器が出てきてますけど、いやこれマジで追い飯めちゃめちゃうまいわ。うん、がっつり系の肉味噌にマヨネーズが混ざることでこうまろやかさは増すんですけど、プラスアルファでねこのコチュジャンのピリ辛な感じ、また食欲がガンガン湧き立ちますね。うん、うまっ。うん、このメニューは人気出るわ絶対。これ癖になる。うん、うん、ということでただいまねこんな感じで綺麗に完食させていただきました。本当はねこのタイミングでごちそうさまのタイミングなんだけど、なんかね見えんのよね、とんでもないサイズのものが。ナスちゃんがあんまりの褒めてるから俺が作ってきたよ。しかもデカ盛り。何倍何倍ですかこれ。3倍。てんこ盛りということでね、ただいま並盛りの3倍のサイズてんこ盛りでいただきました。今あの勢いで作ったみたいなので、実際ね販売する際にはこれね若干ねトッピングとか構成の部分が変更なる場合があるかもしれませんが、基本的にはねこの混ぜ麺提供するときはこれ、ね、天候のサイズでも一般のお客様も注文できるようにするみたいでございます。あ、すいません、じゃあ、え、あとおかずが必要でしょ、はい、おかずを作ってきたよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。唐揚げめっちゃ美味しいよ。この追い飯と追加で唐揚げも到着いたしました。江戸さんといえばの唐揚げなんですね、これめちゃめちゃうまそうでしょ。僕らも散々この江戸さんではこの美味しい唐揚げ食べてきたんですけど、実はなんか最近味付けというか作り方を変更されたみたいで、ちょっとねさらに美味しくなってるらしいです。ちょっとこれ食べちゃっていいですか先に。でやっぱこれ何度見てもそうなんですけど、1個めちゃめちゃでかいですよね。ちょっとねこれカメラだと伝わるか分かんないですけど、本当にね拳大の大きさで1個。ちょっといただきます。ありがとうございます。うまっ。あ、うまっ。うまっ。ちょっと変わったでしょ、味付けも変わりましたし衣も全然変わってますね。昔のやつはその醤油っぽさが強かったですけど、それが塩味が抑えられてなんか生姜の香りもしっかりしますし、これうまいっすね。ありがとう。うまっ。もしかしたら映んないかもしんないんですけど、ほんとねこれ噛んだ断面箸持つとね油じゅわっと出てくるぐらいジューシーでございます。うんうん。味を込めてもね。本当に多分ね以前の唐揚げは結構醤油感が強かったのでガッツリめなタイプだったんですよ。なのでやっぱり量を食うと結構重くなりがちだったんですけど、さっぱりとしてるんだけど脂身もあって生姜もねなおかつ効いてるんで量食べてもね全然いけそう。
なんだかんだ今これ動画ではパッとやってパッとできたみたいなぐらいこう短くなってますけど、本当にこの動画するまでに2人でもう3ヶ月以上 LINE でああでもないこうでもないってお話しして、本当やっとできたメニューですもんね。そうだよ、これ怒られながら怒ってはないですけどせっかくね記念のメニューなんで、いろんな人に楽しんでいただきたいってことで、江戸さんらしいがっつりとしたメニューだけど万人がねこう美味しいって食べてもらえるようなメニューをってことでこのメニューに至ったので、この動画を本当に見てくださった方にはもうぜひ食べに来てもらいたいんですよ。これねちょっとマジでうまいですから、これ絶対食べてください皆さん本当に。でも本当にさ、今までは僕はねこのスタイルでだいぶ前からやりだしてるので、この並盛りとかね美味しいものを皆さんに紹介できたとは思ってるんです、僕の中ではね。ただ大食いでね、あの動画回ってる方ってやっぱりねチャレンジメニューが多かったりとかデカ盛りが多かったりして、なかなかねこういうメニューの良さってものを僕の方向性でねなかなか伝えていく人がいなかったので、僕一人の力だとねこういうメニューの紹介も難しいなと思ったんですけど、今ではねゾウくんとかエビマヨちゃんとかシノケンくんとかね若い方もねこうやってレビューをしながら、食べる方も増えてきたので、今のね本当にご時世はありがたいです。もうマックスさんに限らずですけど、大食いの方にね食べに来てほしい、絶対ね美味しいって喜んでもらえると思います。ちょっとこれ追い飯じゃなくて麺オンザライスでいっちゃおうかなこんな感じでございますよ、炭水化物と炭水化物でございます。麺とご飯うめぇ。この話が一番最初に出た時に、ラスちゃんが言ってたあれだよね、麺をおかずでご飯が食べたい、まさにこれだね、この江戸さんの近くでは東洋大とかがあって、結構ねあの体を使う若い子たちがねお客さんでも多いので、がっつりとしたメニューをどうせだったら新メニューで作りたいと思って、最初にその麺をおかずにご飯を食べる混ぜそばって話はしたんですけど、もうまさしくそれです。もうめちゃめちゃ具現化されてるそしたらちょっとねおすすめにもあったニンニク入れてみましょう。これ卓上のニンニクがありますんで絶対うまいですねこれ。ちょっとせっかくなんで、ね、ラー油も入れちゃおうかな。ラー油ありですよねこれ。あーこれやばいなうわ匂いがたまんねえけど、よいしょ。悪い味してますねこれ、ニンニク混ぜると良くないな、癖になっちゃうなこれはこれね、まあ、味の濃さとかもそうなんですけれども、お好みによってね、まあ、自分流にアレンジできたりするのもこれはねまたね楽しいところだと思います。見てこれ、ダクダクにマヨネーズと唐揚げ、絶対うまいでしょ。奥さんにお土産でーす、パンチャーハン。じゃあじゃあ、あのさ、今ねお土産でお店さんから半チャーハンいただいたんですけど、どういうことこれあのさ皆さん、あの今動画のねこの上に出しておきますけど、以前ね小川さんと来た時に出た半チャーハン、それで持ち帰った量と変わんないぐらいありますけど、これ半チャーハン、その前 1.5kg ぐらい通常の半チャーハンワンチャーと通常の半チャーハンであるけど、半チャーハンってこれラスチャーハンですねこれはこういうねあったかいお店でございますそしたらねこちらにも残ったご飯をドボンとお嫁させていただきます。
なんかどうやら手が滑っちゃったみたいよ。これはい、これあっ、まだあんの。はーい、お待ちどさまラス半唐揚げ、ラス半唐揚げ、ラス半唐揚げ、これ5パックですね、今うちのご飯1週間ずっと江戸ですよこれで、ね、めっちゃお土産あるうん、でもね、結構こういうのを、動画で写すとコメント欄の方でもね、 YouTube 撮っている人間だけずるいとか書かれる場合もあるんですけど、本当江戸さんはそうじゃなくて、もともとねとんでもなく並盛りでも量が多いのにもかかわらず、一般の常連さんとかにも平気で追加で出す人だから、皆さん気をつけてください。動画をね見てくださって、今後ね2代目江戸さんに常連になる方は、本当にもうこれ以上食べれないんでって言わないと手が滑られる可能性はあります。十分誰にでも滑るわけないやお店がお世話になってるってお客さんに対しては結構ね滑ったりします量的にちょうどいい。ここの量的にはちょうどいいんですけど、あの目に見えるお持ち帰りの量がお持ち帰りがいやでも本当美味しかった、うん、いやでも今日のやばいな、うん、あ、うん、はい、ということで、例えばね、2代目江戸さんで100万人記念にね、作っていただいた新メニュー混ぜ麺ですね、いただいてきましたが、めちゃめちゃうまかったです。もうこれ自信を持ってね、忖度なしで皆さんに食べてほしいなと思う一品でございました。ただね、このメニュー、もともとね、あの、茹で前で麺が 190g、まあ、通常のね、ラーメン屋さんとかだと 130g とか 140g ぐらいなんですけど、若干多いんですね。プラスアルファで追い飯がついてるメニューなので、ちょっとね、お腹いっぱいだよとか、食べれないよって方は、もちろんね、あの、ライス抜きとか、プラス麺少なめとかもね、いろいろ対応していただけるってことなので、全然、大食いに自信がない方でも、ぜひね、この美味しいメニュー食べに来てみてください。詳しいね、販売時期なんですけれども、一応2月中を予定しておりまして、概要欄に記載してある店主さんのね、Twitter の方で詳細を発表させていただきたいと思いますので、このね、メニュー気になる方は、随時そちらの情報の方も合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。いや、改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。